レイトン教授と超文明 A の遺産これまでのあらすじ。デスコールに追いついたレイトンであったが、レミからの思いがけない裏切りによってアーリアとルークが連れ去られてしまう。旅の仲間を奪われ取り残されたレイトン、そして宿命のライバルであるデスコールはこの状況にどう動くのだろうか。いやまさかね、今まで一緒に旅をしてきたレミに裏切られ、ルークが連れ去られて、敵だったデスコールと行動を共にすることになるとは。あ、ルーク。あれはルーク。先生、ルークだけか。置いてたってことかな。あ、置いてたってか、レミが機転を引かせてくれたのかな。ブロネフたちの姿はないようだな。先に進んだようだが、坊やは置き去りか。奴らを追うにしろ、坊やを助けるにしろ、この断崖を渡らねばならんようだな。そうだな。まあ、怪しいのはこれですよね。どう考えても。やはりな。さて、レイトン、この奈落をどうやって渡る？まあ、向こうにブロネフたちが渡ったということは何か仕掛けがあるということ。アスラントの人々が神殿を蘇らせる気だったのなら、必ずここを渡るための手段があるはずだ。道も探せないようでは先へ進む資格なしということか。まあそういうことですね。おそらくこの僧侶が道を作る鍵になるはずだ。解きましょう。ルークとね、あとレミも連れ戻さなきゃいけないですからね。宗主のメダルを正しい位置に置くことで谷を渡るための橋がかかるようだ。内側にあるメダルを移動して外側のくぼみの色と模様と一致させると宗主が起動する仕組みらしい。ほう。しかしメダルは刻まれた模様の数しか移動できないようだ。どのようにメダルを動かせばいいだろう。なるほどね。こういうことですか。なるほど。簡単。私の答えはこれだよ。こういうことでよかったのかな。もっと謎が解きたいものだ。これで谷の向こうへ渡れるね。ルークと合流だ。先生、怪我はないかい。ルーク、何があったんだい。だ、大丈夫です。置き去りにされたようだな、坊や。なぜお前だけはここにいる。デスコール、先生どうしてこんな奴と一緒にいるんですか。まあ、とりあえず協力関係になっただけだよ。フンブロネフを止めるという目的は同じだ。ここは協力しておいた方が賢明だろう。まあ、このままにしてたらまずいですからね。誰がお前なんかと。まあ、とりあえずはブロネフを止めないと。それが最優先だからね。ルーク、デスコールの言う通りだ。今はいがみ合っている場合ではない。それよりも重要なことがある。アスラント文明が蘇ってしまったら、私たちは愚か、世界中の人々が助からないかもしれないんだ。ブロネフたちはなぜ君を置いていったんだい。あ、そうでした。先生、レミさんは僕たちを裏切ってなんかいないです。やっぱりか。そうであってほしかったよ。どういうことだい。レミさんは僕を逃がしてくれたんです。まあ、本意ではないってことだよね、レミさんとしても。こんなのひどいです。信じてたのに、裏切るなんて、あんまりですよ。まあ、なんやかんや、ルークとレミもね、付き合い長いですからね、魔人の笛からですから。魔人の笛、奇跡の仮面。どうして何も言ってくれないんですか、レミさん。もともとルークね、大人への不信感の塊みたいな感じだったけど、レミとかレイトンさんのおかげでね、
まあ、今までの全部がね嘘だって思ったらすごい悲しいでしょうけどね。ルークとしてもアスラント文明を蘇らせたらおじさまはきっと昔のように優しい人に戻ってくれるわ。え、昔はブロネフさんもあんなじゃなかったのか。優しい時もあったんだね。おじさまはアスラント文明に取りつかれておかしくなってしまった。でも教授ならおじさまを説得できるかもしれない。それがレミの今の願いなのかな。え、どういうことですか。何をしているレミ、遅れるな。すみません、子供が足を引っ張って。おじさま、この先子供は足手まといです。ここに置いていきましょう。ルークを巻き込めないと。確かにあの娘さえいればアスラントの扉を開くことはできる。教師たちが追ってくる前に先を急いだ方がいいはずです。お前の言う通りだ。所詮は子供、何もできまい。行くぞレミ。ルーク、教授は必ず助けに来てくれるわ。それまでじっとしてるのよ。レミさん、まあ、レミも今じゃあ複雑なんだね。お嬢さんにも何か事情があるようだな。ブローネフたちを追いかけよう。レミの考えもきっとそこでわかるはずだ。早く追いつかないとね。この先がアスランド神殿なんですか。氷を溶かした痕跡があるな。おそらく位置的にスノーラの氷山の下といったところだろう。氷を溶かした。氷の中に閉じ込められたまま、あ、氷の中に封じ込められたままずっとここに眠っていたのか。道が開けているということはブロネフたちはすでに中へ向かった後らしい。考えに浸っている場合ではないな。今は先へ進もう。氷の中に資料価値の高い化石があちこち転がっていて気になってしまうよ。すごい化石がいっぱい。お父さんがこれを見たらきっと喜ぶだろうな。そうだね、クラークさんも。保存状態は良さそうだが、かまってる暇はない。そうだな。扉が閉まっているようだ。開けられるような仕掛けは見当たらない。ブローネフたちはどうやって進んだんでしょう。キーストーンはいわば選ばれたものの証だ。まあ、あれがあれば、取れるってことだよね。あれとアリアさえいれば先に進む方法はいくらでもある。そんな、それじゃあ僕たちは先に進めないってことじゃないか。お前がキーストーンを持って逃げなきゃ。そう言い切り出すな坊や。さっきは道をつなげるための装置があった。今度も何か仕掛けがあるはずだ。鍵を持たざる者たちよ、我らの英知を欲するならばナンジェラの力を我に示せ。なかなかアスラントの方々も寛容じゃないですか。キーストーン持ってなくてもその謎さえ解けば入れてくれると。まあ、ここまでたどり着くことができているならばってことなのかな。ふん、私たちを試すつもりか。その謎とやら解いてやる。そういう選択も残してくれたんですね、アスラント神は。謎145、試しの門。四角き性質の表面に輝く一つの光はその裏面に6つの光を導く証。表面の3つの光はその裏面に4つの光を導く証。表面の2つの光はその裏面に5つの光を導く証となる。すべての光が揃うとき門は開かれ。石板に刻まれた古代文字の記述に従い、正しい石をくぼみにそれぞれはめ込んで遺跡の門を開いてほしい。ほー、ちょっと意味がわからないですけど、表面が1つで裏面が6つ、表3つに裏4つ、まあ、そういう考えでいいのかな。あ、そういうことか。ここは展開図みたいな感じなんだね。で、そうなると
表面一つにその裏面が6つって、まあ納得できるし。ってなると、表面2つに裏面5つってことは、まあこういうことですよね。で、こういうことかな。この謎を解き明かしてやろう。立方体の展開図だったってことだね。見たか、これが真実だ。不思議な形だと思ったが、6面、あ、サイコロかの展開図と同じ形だったんだね。思えばそうだな。中に入ろう。待っていろ、ブロネフ。まあ、とにかく、まあ、いろいろ、ルークもね、思うところあるみたいですけど。まあ、そりゃそうだよな。今までこう、散々苦しめられた。まあ、でもどうなんだろうね。デスコールにそんなに苦しめられた。まあ、最終的にデスコール毎回出てきて苦しめてきたけど。わあ。ここは、数百万年の時を経ても、全く朽ちることなく形を残してるとはな。まあでもそう考えたらすごいか。さすがは超古代文明といったところか。氷山の中で風化を免れたのか。ここまで完全な形で残っているとにわかには信じがたい。神々の壁であの娘が言っていたことが真実なら、アサラントの使者と共に神殿を守る古代の力が働いていたのだろう。これだけの英知をもってすれば世界を支配することなどたやすい。ブロネフの手に渡ればどうなるかわかるな。お前だってブロネフと変わらないくせに。まあそう思われても仕方がないでしょうね。デスコールはなんだと。お前が鍵を奪って逃げなかったらこんなことにはならなかったんだ。反省しろよと。勘違いするな。私はブロネフへ復讐するためにお前たちと行動を共にしていただけだ。全てはアスラントの謎を解き明かすための演技に過ぎない。それに勝手な期待を抱いてただけだろう。まあ、ブロネフと変わらないっていう点は、まあ確かにそうかもしれないね。目的のためにはいろいろ犠牲にするっていうのは、やり口は一緒ですよね、ブロネフと。黙れ、僕は絶対にお前を許さない。お前とブロネフは似てるよ、確かに。あんなにアーリアにだってあんなに優しかったのに、全部演技だったなんて。本当に演技だったんでしょうかね、ルーク。くだらん感情は捨てろ。泣いてる暇はないぞ。こうしてる間にもブロネフはアスラントの秘宝に近づいている。そうか、ルークはサーハイマンさんを信じていたからこそ裏切られたのが悔しいんだな。もしそれをブロネフが蘇らせれば、初めから何もかも仕組まれていたのだ。私もお前も、そしてブロネフさえも、アスランド人のマーク通り踊らされているに過ぎん。先へ進む他はない。まあ、それすらもアスランド人にね、踊らされているような気もしますけど。行こう、ルーク。アーリアが待ってるはずだ。我々みんなアスラントに振り回されてますね。また行き止まり。どうしたらいいんでしょう、先生。ルーク、ここは水路だ。水を通せばこの先へ渡れるようになる。上の水路橋を見てごらん。あそこで水位を操作できる仕組みのようだ。水を通せばって、そんなことしたって何も変わりませんよ。ふっ、仕掛けを解けばわかることだ。私は一人でも先に行くぞ。先生、あいつを先に進ませてしまったら何をされるかわかりません。僕が行ってきます。ルークが行くか。うわ、これは枯れた水路橋。
ここは水が枯れた水路橋。水路に水を満たすには水路橋にあるすべてのスイッチを押さなければならない仕掛けのようだ。しかしスイッチは押すと近づけなくなり、通路は一度通ると足場が崩れてしまうので、分岐点まで一気に駆け抜けなければならない。危ないぞルーク。これすべてのスイッチを押して無事に出口までたどり着くことができるだろうか。なるほど。ルークをね、落とすわけにはいきませんよ。あ、ダメだ。上じゃないのか。いや、こっち行ってもさ、途中で積みますよね。いける。よし。ドキドキしてきました。英国少年としては当然です。これで仕掛けが動き出すはずだ。先生見てください。泳いでいく感じですかね。船がボートが出てきました。やはり予想した通りだね。しかし木製の船、こんなものまで朽ちることなく保存されているとは。よくやったねルーク。これで先に進めるよ。溶けて当然といったところだが、坊やにしてはよくやったじゃないか。なんだよ偉そうに。案外うまいことやってんだ。二人とも先へ進もう。さて、そろそろ。まだ続くね。今度は剣に封じられてますよ。なんだか空気が変わりましたね。すごく暑いです。あの石像は、どうやらあの石像が出す光線が侵入者を焼き払うようだ。めちゃめちゃ危険じゃねえかよ。アサラントの警備装置といったところか。キーストーンを持つ者以外を容赦なく攻撃するようだな。この神殿を作った者たちはよほど侵入者を排除したかったと見える。迷い込んだ者が英知に触れないよう仕掛けを作ったのだろう。この程度の仕掛けで私の足を止めることなどできん。お前たちは下がっている。今度はデスコールが。断罪の間。神殿の奥へと進みたいのだが、途中にいる石像に発見されてしまうと熱光線で攻撃されてしまう。ただし石像の正面に立たなければ発見されることはないので、横や後ろから近づけば剣で倒せるだろう。ああ、出口を目指そう。壊すこともできんのか。壊せるやつを、まあ、よし、この謎を解き明かしてやろう。見たか、
これが真実だ。どうにか断罪の目を突破することができたようだ。作業を急ぐとしよう。さあ、どんどん進みますよ。もう石像は動きませんね。先に進みましょう。あ、まずい。あ、デスコールがルークをかばった。ぐわー、デスコール。デスコール、一つお前に言っておくことがある。ルークをかばってくれたんだな。なんだ。お前は覚えているか、父と母がさらわれて取り残された日のこと。父と母。何？あの日から全てが狂ってしまったんだ。え、知り合いだった。お前を取り巻く全てが。君はまさか。覚えているか、あの時のこと。私たちは孤児となり、二人だけで暮らすことになってしまった。両親の残してくれた屋敷はあったが、寂しく苦しい暮らしだった。え、ちょっと待って。そんな時、里親が見つかったとの知らせが来た。兄弟だったってこと？だが引き取ってもらえるのは一人だけだった。僕は兄ちゃんと一緒じゃなきゃやだ。わがままを言うな。兄ちゃん。お前は今日からレイトンさんの家に行くんだ。やだよ、エルシャールお兄ちゃん。バカ。それは今日からお前の名前なんだ、エルシャール。デスコールがエルシャール。ごきげんよう、レイトンさん。これが弟のエルシャールです。あ、じゃあ本当は。君がエルシャールか。町でも評判の優秀な子だと聞いたよ。あなたがエルシャールなのね。本当はデスコールが引き取られるはずだったんだけど。ごめんなさいね、二人は引き取れないの。はい、弟をよろしくお願いします。あなたは。僕は学校がありますし、ここを離れるのは困るのでちょうどよかったんです。そう、じゃあお勉強頑張らないとね。はい。レイドンさん、なんでこの記憶忘れてたんだろうね。強く生きていくんだ。今日からお前の名はエルシャール・レイトンだ。え、じゃあレイトンさんの本当の名前何なんだろう。へえ。本当のエルシャール・レイトンは君だったのか。お前は私と入れ替わってレイトン夫妻に引き取られたのだ。その間君はどうやって。私は記憶の奥に真実を閉じ込めてきたのか。エルシャールという名が兄の名であること。私の兄だというのなら、なぜ今まで。そうだね、なぜ言わなかったんだ。なぜ今まで邪魔をしてきたのか、とでも言いたいのか。まあでも思えばそんなに邪魔もしてきてたっけ。あんまりなんかデスコールに邪魔された。最終的になんかババーンって出てきてアンスラントの遺産をかっさらっていったみたいな。いやでもかっさらったって感じでもないしな。まあ邪魔はしてきたけどね。アスラント文明さ、暗躍してきたのは。アスラント文明の謎を解くことが私の目的だった。ターゼントよりも早く。おお、アスラント文明の謎。何はともあれアスラント文明の謎を自分がターゼントよりも早く。私たちが離れ離れになったのは全てアスラント文明のせいだ。あの呪われた文明の名、アスラント文明の憎しみか。なんやかんや、じゃあレイトンさんもこのデスコールもアスラントに向かっていくって、なんか皮肉だね。考古学者だった父は考古学の常識を覆すほどの古代に人類が生きていた証拠をつかんだ。その文明こそアスラント文明だ。アスラント文明の秘密に近づいたせいで両親は組織に囚われてしまった。まあ、じゃあターゼントの恨みは、まあ、レイトンさんも、まあ、デスコールもどっちも。その組織こそターゼント。古代文明を崇拝し
その秘宝に取り憑かれた者たちの集団だ。全部ブロネフの成果じゃ。お前も知っての通り、それから私たちの孤独な日々が始まったのだ。レイドンさんは幸せな日々でしたけどね。考古学者として因縁のアスラント文明とタージェントを追いかけるようになった。それが私の復讐だったのかもしれない。私たちから両親を奪い、私たちの人生を狂わせたアスラント。だからこそこの手で調査し手に入れたいと思った。デスコールに家族はいないのかな。なんか娘がいるみたいな話じゃなかったっけ。組織にさらわれた父と母はどうなった。生きているのか。母親は死んだと聞いている。ああ、亡くなったんだ。父はタージェントにさらわれて、研究の手伝いをするうちにタージェントの思想に染まってしまったのだ。アスラント文明に取り憑かれ、タージェントの財力を使ってその全てを手に入れようとする汚い男になりたかった。まさか。まさか。私たちの父親はブルネフ・ライネル、あの男だ。何その関係性。デスコールが実は兄でブロネフが父親。なんということだ。なんだこの関係性は。行け、レイトン。ブロネフを止めるのだ。これ以上奴に過ちを犯させるな。ちょっと感情の整理ができないでしょこれ。しかしこのままでは君は気づいているんだろう。アスラントの力を解き放てばおそらく全員が死ぬ。気づいてたんだね、デスコールさんも。君にも分かっていたのか、アスラントの秘宝の正体が。分かってて、でもそれでもやめられなかったのか。自分の、はあ、あれを止められなかったのか。謎を解けるのはお前だけじゃない。今は何としてもブロネフを止めねばならん。お前は先に行くのだ。冷静に考えたらそうだもんね。君はここでじっとしてるんだ。いやー、ちょっとレイドンの眠れる記憶が呼び覚まされた時、その脳裏に幼き二人の兄弟の姿が現れる。エルシャール・レイドンの生き別れた兄、それこそが宿命の怪人デスコールが持つ隠された真の正体だったのである。エルシャール、そしてレイドン、私は幼い時、この大切な二つの名前をたった一人の兄から譲り受けたんだ。彼はブロネフよりも先にアスラント文明の謎を解くことで、アスラント文明への復讐を遂げようとしていたんだね。そういうことだったのか。いや、なかなか衝撃的でしたね。じゃあみんななんだかんだアスラントに向かってんだね。兄もそうだし、父親もそうか、レイトンさんも。ああ、行き止まりです。こんなところで終わりだなんて。いや、何かあるでしょう。いや違う、床を見るんだ、ルーク。まあなんかいろいろあるね。この床変な形ですね。ブロネフの元へたどり着くにはこの謎を解かなければならないようだね。また何かの仕掛けがあるんでしょうか。どうやら壁のレバーを下げると動く仕組みになっているらしい。さあ解いてみよう。謎148、隠し昇降路。上層階へ登るには隠された昇降路を起動しなければならないようだ。壁にあるレバーを下に下ろせばいいようなのだが、途中の溝がバラバラで下に下ろせない。盤面の丸いボタンを押すと周囲4つのパネルが右回りに回転する仕組みらしい。ボタンを押すのは6回までだから慎重に考えよう。ああ、なるほどね。こことここつなげってことか。6回以内に。
けたね。さて、これでどうかな。すべての謎に答えがある。なんかブローネフに会うのも複雑だけどさ、小頃の扉が開いたぞ。さあこれに乗って上層階へ進もう。まあ、レミのこともあれだけど、ちょっとブローネフにもね、まあ、いろんな思いが今ありますよ。エレベーターが出てきました。先生、これに乗ればいいんですね。もしかしてさ、まあ、そのレイトンとデスコールの父親なんですよね、ブローネフは。で、お母さんは亡くなっちゃったんですよね。それも関係してんじゃないの、ブローネフがこんなにアーサーナトに取り憑かれてるのは。ルーク、ゴッド街で見たアスラントの柱が私たちに伝えていたことを君は覚えてるかい。難しくてよく思い出せませんけど、自分たちの出す謎を解いた者には最後の秘宝をくれるって言ってました。そう、最後の秘宝だ。偉大な文明を築き滅んでいった世界のね、あの謎が示したアスラントの真意。まあそうだよね、アスラント文明はなんだかんだ言って滅んでるんですよ。その最後の秘宝、アスラント文明が滅んだ部分につながってくるのかもしれないですよね。それをこの目で確かめるためにも私たちは行かなければならないんだ。アスラントの真意、用意はいいね、ルーク。任せてください、僕は先生の一番弟子なんですから。ふふ、そうだったね。では行くとしよう。ブローネフとレミを止めよう。